はい、こんにちは、レトスの野です。今回はですね、4月から、宅建合格をするためにはどうしたらいいのか、っていうことをお伝えさせていただきます。4月から、勉強を始めて、一発で合格目指すっていう方もいれば、ある程度勉強してるけども、なんか不安だなと。これからどうやって勉強していったらいいのか。そういった方、いると思います。そういった方に対して、この動画でぜひご覧いただきたいと思います。具体的に何をやっていくのか、までちょっと落とし込んでいきますんで、ちょっと最後までですね、聞いてください。まず、大きく分けてやるべきことは2つなんですね。2つ。1つ目が理解学習。もう1つが自己管理。この2つ両方ができないと、なかなか今年の合格難しくなってきます。もう1日1日が本当に勝負だと思ってください。今日できなかった。明日やろう。これじゃダメなんですよ。今日やるべきことはもう今日やんないと、もう明日はもう今日はないわけですよ。もう過ぎた時間に取り戻せないですよね。それぐらい時間っていうものがもう貴重になってきます。まだね、6ヶ月以上あるから大丈夫じゃないのかって思われるかもしれないですけども、正直時間がないんですね。これなぜか、4月、5月、6月、7月、8月、9月、で、10月の中旬ぐらいで試験なので、6ヶ月と半分ぐらいですよね。もしかしたらこれご覧いただいているのがもう4月終わりだったら6月切ってる状況ですよ。そういった中で何をやっていか、何を、ちゃんと頭に入れていかないといけないかっていうと、過去問10年分なんですね。それ最低限です。そうなってくると過去問10年分って、1問あたり50、1年分で50問ありますよね。で、50問っていうのは1問1答でいくと、4、5、20、200問ですね。1問で4択なので、1年分で200問あるわけです。それ2000問ですね。10年分で言うと。この2000問をちゃんと、試験日までの間に頭にちゃんと入れておくってことをしないといけないけれども、最後のね、9月、10月あたり、8月、9月、10月あたりかな。このあたりはできれば予想模試をやっていただきたいんですよ。で、穴埋めをしていく。いわゆる違う角度から、過去問とは違う角度から出題された時にちゃんと自分が答えられるのかっていうところを確認していく作業をやっていただきたい。と、4月、5月、6月、7月とか、この4ヶ月ぐらいで、ちゃんと、過去問10年分、2000問を頭に入れててほしいんですね。で、そうすると、4月、5月、6月、この3ヶ月でとりあえず一周しましょう。最低でも。そう、90日ですよね。そう、2000÷90をすると、だいたい1日10何問かな。10何問やんなきゃいけない。形になります。2000÷90 を単にしただけですね。2000÷90。すると、その20問ぐらいが、2区18。そうですね。すみません、22問ぐらいですね。だから22問やんなきゃいけないと。1日あたり。で、1日あたり22問って、そこそこ多いんですよ。6、4、5、6で。なんで、7月とか入れなかったかっていうと、一回だけやっただけで頭に入る人って、基本いないんですね。東大生の方とかでも、一回勉強しただけで、あれが頭に入ってなかったと、そうじゃないんですよ。何回も繰り返して、やっと頭に入っていくんですよ。だから2回でも正直少ないぐらいだけども、もう時間がないから、もう今回は4、5、6。で、7、頑張って8かな。頑張って8。ここの、7月、8月で2週目行って、もう9月、10月ギリギリかもしれないけども、これで予想もし、もうそのぐらいでも全然構わないです。もう仕方ないんでね、もう時間がもうないので。そうすると、この90日で22問最低でもやんなきゃいけないってなってくると、1日あたり、この22問をやるのにどれくらい時間かかるかって話なんですよ。この1問。いわゆる1問1答の問題で言ったら、ここですよね。ここちょっと市販の方に使って。ちょっと解説すると、一問一答のこの一問を、ここを何分くらいでできるかって話なんですよ。問題読んで。で、多くの方が何をするかっていうと、次の理解学習に入ってくるんですけども、さらっと回答読んで、これ丸暗記なんですよ。おそらくそれであったら、こう2分くらいでいけちゃうんです。2分くらいで。そうすると、2分くらいだったら、これ40分くらいですよね。3分って考えても1時間ですよ。大丈夫じゃないのかって思うかもしれないですけども、はっきり言って、丸暗記したところで、本試験では点数取れないです。ほぼ取れない。ただ、過去問をどんどん何回も繰り返しこれからやることになるんです。そうすると、点数上がっていくんですよ、過去問点数は。錯覚し始める。
自分が過去問10年分を40点以上もうコンスタントに取るようになってきたなってなってくると、あ、これ大丈夫なんじゃないのかと、実力があるんじゃないのかと錯覚しちゃうんですね。でも実際のところそれは違うんです。点数が取れることと理解がちゃんとできてる、実力がちゃんとついてることっていうのはもう全く別物なんですね。そこは区切って考えないとダメです。で、今で言ったらこんなのね、丸暗記しちゃうってなったら、もうはっきり言って、丸暗記したところで使えないんですよ。で、例えばですね、この代理権の消滅のこの話なんですけども、例えば代理人が、代理権は本人が死亡、本人が破産、手続き開始の決定、または、後見開始の審判を受けることによって消滅する、丸か×かっていう問題なんですね。で、これは答え×ですよ、と。まあ、いうふうに書いてあって、答えがちゃんと書いてあるんですね。でも、ここには理由は書いてないんですよ。なんで消滅するのか、なんで消滅しないのかっていうのは。で、そうすると、どうなるのか。多くの方が、これも丸暗記。一応テキスト見ましょうか。これ一応市販のこれもテキストです。表が載ってます。なるほど、ちょっと見やすいですね、これ。でも、消滅するかしないかこう書いてあるけども、それについて何も書いてないんですよ。考え方だったりとか。そうすると多くの方はこれ丸暗記なんですよ、この表を。で、この表を丸暗記しようと思っても、いや、私自身は暗記が苦手なんで、これ覚えられないんですね。で、実際これね、私覚えてないんですよ。覚えてないけども、考え方が頭に入ってるから、ここがね、空欄になったら、一個一個考えてたら答え全部導けます。いわゆる丸かバスかは、入れることができます。ただ、パパッと入れてって言われても、すぐには答えられない。で、具体例を考えて、ああ、こうこうこう、だからこうなんだって答え導けるわけですね。例えば100たす200はって言われたら、その前でパワッと計算して300ってなりますよね。これ覚えてるわけじゃないじゃないですか。100たす200は300って丸暗記してないですよね。計算したから300って出てるわけですよね。そのイメージです。でも多くの方は100たす200を300ってこう覚えようとしてるんですよ。それと一緒のことやってるんですね。じゃあ300たす400はってなった時に、700覚えてなかったら解けないんですよ。で、考え方が頭に入ったらそれ解けますよね。だから理解をしてくださいって話なんです。じゃあ理解するためにはどうするのか。テキストにも載ってない、過去問にも過去問の回数も載ってないってなったらもう調べるしかないんですよ。インターネットで。で、正直、市販のテキストとか、まあ、予備校も含めてなんですけども、理解すべき解説がないものが非常に多いんですね。なので結果的にやっぱり自分でネットで調べなきゃなかなか難しいです。ちゃんと理解をしながら。ちょっとどうやって理解するかは後でご説明しますね。で、そうなってくると、この22問を理解しながら学習するってなってきたら、これ相当時間かかります。実際私が、受験生だった時に、1問。これ、1問1答の数ですよね。22問っていうのは。まあ、大問で言ったら5問ぐらいかな。5問とちょっと。5問半かな。なんですけども。1問1答の1問だけでもね、20分とか30分かかったことってやっぱザラにあるんですよ。そうすると、大問1問で4問あって、それ30分、30分、30分、30分でこう2時間なんですよね。ちょっと大げさかもしれないけども、大問1問で、1時間かかったことはよくありました。ただ、理解しないと、結果的に丸暗記じゃ合格できないってことは、私は、そうですね、この時期ですね、4月の時に気づいたんですよ。受験生だった時。なんで気づいたかっていうと、その12月から4月ぐらいまでずっと丸暗記学習してたんですね。で、それなんで丸暗記学習したかっていうと、ネットでそう書いてあったんですよ。合格者の声みたいな。過去問を思いっきりやりました。つって。とりあえず過去問を何回も何回もやって、解けるようにしといたら合格できますって、もうね、まんまとそれ信じちゃって、やったわけですよ。で、まあその方記憶力がいいからかもしれないんですけど、私自身は記憶力が悪いんですね。なんで、結局その状況で4月になって、解いたことのない過去問解いたら18点とか19点のオンパレードですよ。20点超えなかったですね、どれもこれも。で、そこでもうダメだと。このやり方だったら自分には合ってないなと。いや、どうしようかなって考えて、まあいろいろ調べて。そしたらやっぱり理解しなきゃ点数取れないよねって、まあそんなことが書いてあって、まあ当然だなと思いながらも、理解学習に方向転換したわけです。なかなかきつかったですね。だから1問あたりが相当時間かかるわけなんで、この量できないじゃないですか。でもやるしかないんですよ。だからもう1日あたり、もう超勉強しましたね。仕事が終わって11時、11時からずっと勉強ですよ、もう。家帰らずに。では、家の近くとかで、マクドナルドとかね、車で行けるところとか、まあ、そういったところで行って、もう夜中も
勉強して、で、自分の中での課題を終わらしたら家に帰ってくると。もう何もかも全てを勉強優先にしました。もうそうやらないと時間がないんで。何かをやった後に勉強はもうダメですよ、それ。正直。できないです、それ。何かやった後に時間があるのかってないんですよ。だから自分で時間を作んなきゃいけない。時間管理。だからここがすごく重要なわけです。自己管理。これからもう時間がないわけですよね。なかったら自分で作んなきゃいけない。時間は、もう何もしなくても過ぎていくんです。取り戻せないんですよ。自分で作んなきゃいけない。だから先に勉強なんです。もちろん仕事は最優先。子供の育児があるのであれば、それも優先しなきゃいけない。ただ寝かしつけた後、10分でも時間があるならすぐ勉強。で、夜泣きになって起きたならば、そっち行かなきゃいけないんで、次またそっち最優先しなきゃいけないわけですよね。で、また寝たら、まあ、すぐまた、勉強、みたいな感じで、もうできるだけ勉強優先順位をバッと上げていかないと、なかなか時間って作れないんですね。なんで、ここはもう自分自身でこうやっていかないといけないんですよ。独学になってくると。もう孤独かもしれないけども。で、これをちゃんとできずに、1週間とか過ぎちゃって、結局時間管理できなかった、勉強時間取れなかった、だったら、本当に難しいです、合格は。たかが一週間もしんないけれども、その一週間もすごく大きくなってくるんですよ。私も今、個別指導の受講者の計画表を作ってて、その一週間っていうのはすごくもう大きいものに見えてならないんですよね。一週間でどれだけの勉強ができるのかと。意外とね、多くできるんですよ。一週間だと。一日単位だったらね、意外とね、一分野とか、一分野連帯保証のところの、連帯保証の例えば前半部分とか、そのぐらいのちっちゃいものかもしんないけども、一週間7日ありますよね。かける7なんですよ。そこそこの分野できちゃうんですよ。そうすると、それですごく大きく見えてくるんですね。なんでもうその、もう、一日がもう勝負っていう気持ちで、ほんと勉強をやっていかないと、なかなか難しい。で、そのためにもモチベーションは絶対管理しなきゃいけないんですよね。やる気が出なかったから勉強できませんでしたら済まされないんですよ。本気で合格したいならば。別に、ね、合格してもいいし、別に合格しなくてもいいやっていうような気持ちであれば、もうね、やめた方がいいと思います。やるなら本気で今年合格を目指すっていう、そんくらいの気持ちでやんないと、卓球ってそんなに甘くないんですよ。単にちょろちょろって勉強したら合格しました。もちろんね、運よく合格するはあるんですよ。あるけれども、それって本当の一握りですよ。10% くらいです。10%。だから10年それをやり続けたら1回合格するか。っていうそのぐらいです。それでいいのであればいいけれども、もう私としてはね、ちゃんと実力をつけた上で角度が高い状況で合格してもらいたいんですよ。自分の中で、10回受験したら8回ぐらいは合格するだろうと。そのぐらいの実力をつけてもらいたいんですよね。で、それって別に難しいわけじゃないんですよ。実際私が記憶力はもう、あんま良くないけれども、実際合格しましたし、受講者さんも70歳、71歳だったかな ?70 歳だったかな記憶力がないですって、もう自分自身、その方に言ってたんですよ。初めに受講する前に。それでも合格しました。その他、パチンコ依存症の方もいましたね。もうその方も合格しました、一回で。それも、やっぱり、まあ、やりとりしながらね、モチベーション管理、私と一緒に、モチベーション管理、時間管理をやりながらやってて。で、合格しました。あと、試験4ヶ月前、あれ6月ぐらいになったんですけども、これちょっと、まあ、例外って考えてくださいね。みんながみんなそれで生きるわけじゃないんで、その方はもう本気でやったんですよ。6月ぐらいにメールが来て、急遽今年合格しなきゃいけない理由ができましたと。まあ私もね、ちょっと個人的なことなんで、なんでなんですかまでは聞かなかったんですけども、何かしらおそらく理由があったと思うんですよね。なんで、ちょっと合格させてくださいっていうようなメールが来たんですね。まあただ、4ヶ月なんで、残り。ほんの4ヶ月。まあまあ、できないことはないけども、絶対合格するとは言えませんよっていうことで、まあ了承いただいて、受講していただいたんですが、その方一発で結局合格しました。言ったことをちゃんとやってくれた。ここですね。理解学習をちゃんとやってくれたわけです。まあ、実際、先ほどのね、代理権の話、ちょっと話戻しますけれども、ちゃんと理解をしていくってことがすごく重要なんですよ。理解すれば4ヶ月も本当合格できます。ただ、その時間の問題が出てくるわけですよ。独学だったら自分で調べなきゃいけない。先ほど言ったように1問あたり20分か30分かかっちゃう時もある。わけですよね。でも、弊社の過去、これテキストなんですけども、実は代理のところ、表は一緒なんですよ。先ほどの市販のものと。でもこっち解説が、
考え方をこう書いたわけですね。おそらくこれね、ネットとかで多分出てくると思います。弁護士さんのサイトか、行政書士さんのサイトかな。だったらおそらく出てくると思うんですよ。そういったところを、独学だったら自分で調べていくってことをやってってほしいんですね。まあ、個別書ならこちらの方に書いてます。例えば、これどういったことなのか。代理って任意代理と法定代理がありますよね。ここまず大丈夫ですか？任意代理と法定代理、まず分かれてるんですよ。で、任意代理っていうのは、あなたの意思に基づいて代理権を与える場合。例えば、土地持ってました。あなたが土地を持っていて、それを売りたいと思いました。で、買い主見つかりました。で、売買契約の日時決まりました。でも、一週間前、契約の一週間前になって仕事が忙しくなりました。あなたがね。これまずいぞと。契約いけない。だから、小野さんと。私の代わりに、契約行ってきてもらえませんかって、任せます。委任します。これが、任意代理。一方、法定代理っていうのは、あなたが未成年者だった時、まあ、中学生か高校生だった時の親ですね。親はもう、法律で定められた代理人なんですね。だから、あなたが親に対して代理権を与えますって言わなかったとしても、もう代理人なんですよ。法律でも定められてる。だから、法定代理人っていうふうに言うんですね。漢字は法で定められた代理人って書きますよね。その名の通りです。で、今回ちょっとね、解説するのは、理解学習の具体例で解説するのは、任意代理の、本人が破産した場合、代理権を消滅しますよ。任意代理の代理人が破産した時に、代理権を消滅しますよっていうところをお話しします。今言ったように、契約を任されましたと。で、まあ、一週間後に私がじゃあ契約行こうという中で、契約の、2日前に私が破産してしまった場合ですね。この場合、代理権が消滅するなんですけども、なんでなのかと。破産者っていうのはお金に対し、お金に関して信用性が低いっていうふうに考えてもらいたいですね。そうすると、代理権与えられて私が売買契約行きます。売買契約すると、まあ、その場でね、手付金とかって私が預かるわけですよ。で、それをちゃんとね、あなたにこう渡せば何ら問題ないんですけども、破産してるわけです。お金ないわけですよ。お金にまあ、だらしがないって言ったらね、言い方悪いかもしれないけども、こうね、預かったお金ちょっと、さっさらバーンって見ちゃったら、ちょっとね、こう、取っちゃうって可能性もなきにしもあらずですよ。普通の破産してない方よりも、破産した方の方が、可能性としては高いですよね。信用性がないんで、お金に関して。だから、後々トラブルにならないように、代理権をなくしてるわけなんですね。だからこれ、この通りですよ。代理人が破産した時は代理権消滅しますよ。じゃあ、本人が破産した場合なんで代理権消滅するのか。今、委任してくれましたよね。私は破産してません。で、この状況で、私が契約に行きました。で、大体、こうやって契約して何かをするってことは、私がね、時間を作って行ってるわけなんで、じゃあ、報酬として、ちょっとじゃあ、2万円あげるよとかって言って、ここでの報酬の契約もするんですね。で、そういった状況で、私が契約して、で、契約したからじゃあお金くださいねってなった時に、あなたが破産してたら、私はお金もらえない可能性あるわけですよ。そうすると、後々トラブルになるわけですよね。じゃあそれだったらもうめんどくさいので、後々トラブルになるのであれば、もう、あなたが破産した時点で代理権を消滅させておきましょう。っていうふうにしてるわけですよ。これも今考えたので一つの事柄ですよ。破産者はお金に対して信用性が低いっていうところから考えて全部答えを導き出したわけですよね。こういうふうに理解をしながら学習していったら、覚えるものが少なくなるわけです。で、覚えるものが少なくなって、今イメージとか具体例頭に入れましたよね。そうすると実際の本試験で出てくるものって意外と具体例とかが多いんですよ。抽象的な問題だったら自分で具体例を考えて答えを導けるわけです。だから問題が、問題の意味がわからなかったっていうのが すごく少なくなるんですね。で、多くの方はこの理解学習せずに、調べることもせずに、どんどん、あの、過去問集をどんどん、なんていうかな、覚えていくだけの勉強してるわけです。解説を。それやっちゃうと問題文理解できないわけですよね。で、結局点数取れない。っていう風になっちゃう。だからちゃんと理解しながら学習していってくださいねっていう、まあ話です。で、その理解学習を、これからは高速で復習してほしいんですね。ちゃんと理解学習っていうものを何回もやっぱり、理解したとしても、一回で覚えられるかさ、覚えられないんで。だから2回、3回、4回で復習するわけですよ。そしたらちゃんと実用ついていきます。で、単に丸暗記しているときよりも、定着率が
高いんで、どん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 頭に入っていきます。それは実用が必然だから。だからこの高速復習を間違ったやり方しないでくださいね。間違ったやり方っていうのは理解学習じゃなくて丸暗記学習。これを高速復習したところで、結局これ覚えて忘れて覚えて忘れてっていうのを繰り返しなんですよ。今日覚えたことは覚えてるかもしれないけども、もう一昨日やったことは全部忘れちゃうみたいな。もうそれの繰り返しです。穴の開いた樽に水を入れてるみたいなもんなんで、入れても下からどん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 ね、流れていっちゃうんで、全然たまらないと。そうなっちゃうんで、ちゃんと理解学習を高速で復習していく。理解学習っていうのをちゃんと調べる。それを、高速でどん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 解けなかった問題を復習していくってことをぜひ、行っていきましょう。で、それが自分自身一人では難しいなっていうのであれば、ぜひですね、個別指導の方、ご検討いただければと思います。まあ、4月だったら十分ね、これまでの受講者さん見てても、合格する確率、十分可能性高いです。まあ、自信がありますんで、合格していただける自信がまだありますんで、ぜひですね、ご検討いただければと思います。レザスのもんでした。今年の合格目指して、一緒に頑張っていきましょう。お待ちしております。効率的な勉強をして、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ、レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ右上のボタン、もしくは下の概要欄から詳細をご覧ください。また、チャンネル登録や毎日3問、過去問をわかりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて、次の試験で絶対宅建合格しましょう。